今日の問題はこちらです。ハテナに同じ漢字一文字を入れて言葉を完成させてください。はい、森さん早かった。漢字、ね、漢字漢字、ね、漢字一文字です。ま、あの読みもひらがな一文字にはなるんですが、漢字に変換してくださいね。何々がゆい、意外に変換がすぐ出なかったな。何々が立たない、何々に着ぬ着せぬ、何々切れが悪い。あ、ひらがなで読んでも一文字ですが、漢字一文字に変換してください。これは私たちの体の一部分でもありますね。はい、特に顔にあるあの一部分が入ると思います。今日はでもかなり早い、もう上位の争いが予想されますね。はい、一文字というところで、漢字一文字だからやっぱ早いでしょう ね、 ですね。さあ残り30秒となります。ですが、顔にもある、人にもある、そして動物にもあるそして恐竜にもありますね。いろんな生き物にあるこれが一文字が入ります。ね、目ではありません、耳でもありません、ほっぺでもありません、口でもありません。読み仮名振り仮名が一文字、そしてそれを漢字に変換してください。いろんな4つの言葉がありますが、他にもいろんな言葉にこの文字は入ってくると思うんですが、さあいかがでしょうか。残り3秒です。さあお時間となりました。正解を見てみましょう。はい、正解は歯がゆい、歯に衣着せぬ、歯が立たない、歯切れが悪いということで、歯一文字ですね。今日4月18日は良い歯の日ということで、この問題になりました。森さんどうしました。森さんから聞いてみましょうか。はい、森さん、何何何、その顔は2位です。すごい何の顔だったんですか。1位、だから今日も1位の人と一緒に自分にも分けてるんですよね。もうちょっと頑張れたはずなんですよ。すごいよ、2位、はい、今日の最速ノートレオ2位はもう分かってますが、1位と3位はこちらの方。最速、うわ、電光石火の弟さんと争ったわけですね。0.8 秒の差があるのか。本当に、ね、早いね、早いな。いやでもすごいことよ、名前が載るんだから。出演者の名前が載っちゃうわけですから。そうですね、なんかそれは本当に申し訳ないです。1位の人に行きましょうか。森さんもね、行きましょう。電光石火の弟さんにみんなでぶちはや、ええー、ねー。